この方はですね、オーダーメイドのキッチンを、B2B で業務用のオーダーメイドキッチンを作ってある会社の社長さんです。でこれあるところで知り合いまして、で面白いなと思いながら、その、じゃあちょっといっぺん飲みましょうか言って飲み出したら、この歌ができちゃったと。でその人が言うてたのが、あのちょっと飲んでましてね、そうそう飲んでた時に、なんか知らんけど、その人の周りにすごいね、あの温かい空気みたいのをなんか感じたんですよ。感じたりとか、僕そんな能力ないですよ。そんな能力ないんですけど、なんとなく感じたんですわ。その時に、あのなんかそんな、なんかちょっと風いうのをテーマに作りたいんですけどって言ったら、その人の表情が変わりまして、いや実は言うて、あの僕いろんなところであのお坊さんとかにお話聞いたりするんやけど、どのお坊さんも風がテーマやって言うんや。あらら、またボタン押しちゃったみたいな話なんですけども、それで、作らせていただいた歌がこの歌なんです。タイトルが風の旅人という歌です。さあそれでは向川さんの、歌風の旅人を聴いていただきたいと思います。僕を探し
したら実は変わったのは僕の本望でしたら